ミーゴスはアメリカ合衆国のヒップホップトリオ、ラップグループ。メンバーはクエーボ、オフセット、テイクオフのラッパー3人である。2008年にジョージア州ローレンスビルで結成され、2013年のミックステープ YRN とデビューシングルベルサーチで広く知られるようになる。2015年にデビューアルバムヤングリッチネーションをリリース。 2017年の2作目のアルバム、カルチャーは、ビルボード200で、初登場首位を獲得、楽曲、バッドブージが、全米1位を記録するなどヒットした。2018年に3作目のアルバム、カルチャー2を発表し、ビルボード200で首位を獲得する。パミサスに出演するミーゴスミーゴスは2008年に、ジョージア州、ローレンスビルで結成され、もともとは、 コールクラブと名乗っていた。メンバー3人は血縁関係にあり、クエボはテイクオフのおじ、オフセットはクエボのいとこである。3人はアトランテ郊外、グイネット郡のダウンタウンから北東へ約40分のところでクエボの母親に一緒に育てられた。2011年8月25日、初のフルレングスミックステープ、ジャグシーズンをリリース。 2012年6月1日にはミックステープノーレーベルをリリースした。2013年ミーゴスはデビューシングルベルサーチをリリースする。カナダ人ラッパーのドレイクが同曲のリミックスに参加、アイハートラジオミュージックフェスティバルでパフォーマンスを行ったことで知名度が上がる。6月13日ミーゴスはミックステープ YRN をリリースし絶賛を浴びた。 ベルサーチは多くの音楽メディアの年間ベストリストに選出され、XXL は3位、コンプレックスは4位、スピンは5位に選んだ。2014年2月25日、ミックステープ、ノーレーベル2をリリースする。6月、ミーゴスがアトランティックレコーズの300エンターテインメントと契約を結んだことが明らかになった。11月5日、ミックステープ、 リッチ2がタイムラインをリリースする。2015年7月31日、デビューアルバム、ヤングリッチネーションがリリースされる。アルバムは、ベイビルボード200で、最高17位を記録した。9月、ミーゴスは300エンターテインメントを離れ独立し、クオリティコントロールが単独でマネジメントを行うことになる。9月17日、ミックステープ、バックツーザバンドをリリースする。 2016年10月28日、ニューアルバムからの先行シングル、Bad and v をリリースする。この曲は、ベイビル・ボード・ホット100で首位を獲得し、ミーゴスに劣って、初の全米ナンバーワンシングルとなった。2017年1月27日、2作目のアルバム、カルチャーがリリースされ、全米1位を記録する。2018年1月26日、 三作目のアルバム、カルチャー2がリリースされ、全米1位を記録する。アルバムからは、楽曲、モーターズ・ボート、スティア・フライ、ウォーク・イット・トーク・イットなどがヒットした。2021年6月、カルチャー3部作のラストとなる、カルチャー3がリリースされた。2015年4月18日、ミーゴスは、ジョージア州、ステーツボロのハナー・フィールド・ハウスで、 ジョージアサザン大学のコンサートのヘッドライナーを務める予定だった。ショーはオープニングアクトから午後7時に始まったが、ミーゴスは予定されていた午後9時より1時間半近く遅れてステージに立った。公演契約書には最低45分のセット時間が定められていたが、ミーゴスは30分弱の演奏でステージを後にした。大学警察、ステーツボロ警察、 ブルーチ軍保安官事務所は、コンサートに警備員として立ち会っていたが、ミーゴスの番から、マリファナの強い匂いを発見し、運転手は、法執行機関から取り調べを受けた。さらなる調査の結果、ミーゴスの3人と側近の12人が、マリファナ等の所持、学校の敷地内での銃器の所持などの容疑で、逮捕された。演奏契約書によると、ミーゴスには3万ドル。 プロモーターのビッグハウスコレクティブには3000ドルが支払われることになっていた。大学当局は当初、グループの到着が遅れたこと、演奏時間が短縮されたこと、大学の敷地内での密輸品の所持を理由に、ミーゴスを契約違反とするよう求めたが、最終的には大学側が合意した料金の半分を支払った。2015年4月20日、テイクオフ、クエボ。 側近の6人は、ブルーチ軍地方検事局によって保釈されたが、オフセットら6人は保釈金なしで拘留されたままで、あった。その結果、ミーゴスは、ヤングリッチネーションツアーを7月まで延期した。2015年5月2日、拘留中のオフセットは、他の受刑者を襲って、重傷を負わせた後、暴行と刑事施設内での暴動を煽動した罪で起訴された。 2015年5月8日の保釈聴問会で、オフセットは刑務所内での喧嘩だけでなく、前科があることを理由に保釈を正式に拒否された。審問中、ミーゴスの側近二人も保釈を拒否された一方で、他の四人は保釈が認められ、釈放の条件としてブルーチ軍への帰還を禁止された。また、判事は釈放された四人に、事件の関係者と接触しないよう指示した。 8ヶ月間の交流の後、オフセットはアルフォードの司法取引を受け入れ、2015年12月4日に釈放された。司法取引では、刑事施設内での暴動を先導したことを認めること、1000ドルの罰金を支払うこと、5年間の保護観察処分を受けること、ブロック軍、エフィンガム軍、ジェンキンス軍、スクレイブン軍からの追放と引き換えに、銃、薬物、 ギャング関連の罪を取り下げた。マリファナ容疑に直面しているテイクオフも司法取引を受け入れ、12ヶ月の執行猶予付きの判決を受けた。クエボはマリファナ容疑を認めず、12ヶ月の刑期を受けたが、罰金の支払いによって執行猶予となった。ありがとうございます。